こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。あれ、ちょっと自己紹介してください。どうも、こんにちは。クロコという名でポケモン対戦動画上げさせてもらってます。こんにちは。よろしくお願いします。超緊張してるね。喋れてないですよ。超緊張してるんで、はい、クイズやりたいですね。クイズ、はい、うん、ポケモンクイズ得意っすか？ポケモン対戦は得意じゃん、まあ、結構、まあ、ランクマってるんで、うん、まあまあまあある程度は分かるかなと。え、でもそれあれじゃん、ポケモンをさ、はい、数値でしか見てない。いや、僕割と結構愛してるんですけど、もっと数値で見てるバンビーさんって人がいるんで、ああ、なるほど。まあまあまだ、よりは、まだマシかなと。あの、キャラクター愛が強い。そうですね、はい、あ、じゃあね、はい、クイズ得意かもしれないですね。まあまあまあ、はい、ちょっとだけ数値でしか見れてないやつクイズ弱いから。確かに。逆に数値全然知らないです僕。で、今日何のクイズやるんですか？今日はあるポケモンの採用率トップの技を僕が一つ一つ言っていくんで、はい、そのポケモン名を当てていただく。お、得意じゃん。それはまあ俺より絶対知ってるでしょ。やってますからね。っていうものなんですけど、はい、まあ技名そのまんま出したら、まあ皆さんだったらね、多分全部一瞬で分かっちゃうんで、はい、今回はその技名を一回英語に翻訳してそれを日本語にしたもの。いや、はい、ちょっと違うな。その英語の技名があるじゃないですか、はい、それを日本語に戻したものですね、はい、再翻訳したもの、はいはいはい、英語でやったことあります？いや、あるよ。英語クイズ何回もやってるから。ストーリーってこと？ストーリーとか。いや、もう最近ないね。5世代が最後かも。英語でやってたことあるんですか？あるんですね、うん、僕の中のバロリさんのイメージ英語全くないから。いや、もうないね、6以降。あれだよね、だから俺の動画とか見てる人なら分かると思うけど、なんかポケモンの英語ってさ、なんか直訳じゃないみたいなのよく言うじゃん。だから日本語に戻しても、そう、日本語の正しいポケモンの技名に翻訳されるわけじゃなくて、変な技名になってるから、それを読み解いて当ててくださいってことね。そうですね、まあ、例えばイカ様の英語名が、はいはい、いや、もうそれが分かんしな。分かる？イカ様、さすがに分かりやすい。ガチ？フォールプレイみたいなやつですよね。おお、はい、そうですね。それを、はい、そのまんま Google 翻訳にかけると、はい、反則になるんです。あー、はいはいはい、はい、でもこれぐらいだったら分かりそうだけどね。反則っていう技名が表示されるわけでしょ。そうですね、はい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 、はい、例えば例題ですけど、反則願望愛を、ブラッキーですね。おー、はいはいはい、イカ様願い事ね。そうそう、願望願い事か。確かにすごい、まずいかもしれないな。いや、でも多分クロコさんの方が、はい、まあ、英語名をねよく見てると思うんで、多分。まあそうですね、多分ね、はい、まあ、っていうわけでね、はい、やっていきましょう。はい、はい、で、技名いっていくのは使用率順じゃなくて、あ、はい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 、まあ僕の大敗でトップ10には入ってるよ。てか、まあ大体データベースには載ってるやつ。あ、はい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 、から、うん、その変なところからは察してこない。そうですね、誰でも覚えるような技とかでは。そうですね。じゃあいきます。はい、はい、1つ目、激しいダンス。これ後藤アリスか。でも1回に1回だけね。じゃあ、あー、はいはいはい、はい、まあ俺とりあえず第1回これみたいなのあるけど、はい、ある？いや、僕ないっす。踊り鳥。残念。目覚めるダンスかな、みたいな。そうっすよね、うん、踊り鳥かなと思ったけど、ちょっと違いますね。あ、いや、いいや、ちょっといいや、なんかあります？多分俺1個答えたから、多分1個答えたもん。激しいダンスっすよね。え、僕わかんないっす、まだ現段階です。まあ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 、はい、じゃあパスで。パスで、はい、じゃあ次いきますね。はい、デイネイの波。デイネイ、待って待って待って、デイネイの波。デイが泥、はい、ネイが山水に丁寧のネイ。あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、わかんねえ、なんだこれ。存在しないポケモンとかではないっすもんね。いや、1問目でそんなことやってもそうですよね、可能性があったとしても。いや、待って、やべえ、マジでわかんねえ、なんだこれ。ダンスかなり特徴的だと思うんだよね。そうですよね、だからその舞系だと思うんだよね。舞とか、そう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 そ聞きましょう。ちょっと分かんない。3個目、眩しい輝き。いや、これかなりヒントだな。眩しい輝き、眩しい輝きは多分分かる。で、採用されてるやつを考えろ。眩しい輝きはもう何の技か分かってんの？それは分かります。え、すごい。え、多分眩しい輝きすら分かんないな。あ、分かった、鉄の毒が。正解。え、ちょっと待って、眩しい輝き何？マジカルシャインス。あ、マジカルシャイン。で、多分デイネイの波みたいのがヘドロウェーブ、ヘドロウェーブか。そうですね、うん、え、激しいな。炎の前、炎の前でしょ。確かに確かに、分かってきた分かってきた。ちなみに4つ目出すとしたら、はい、エネルギーボールでしたね。あ、エナジーボール。そうそうそう、毒がちょっと技範囲広いから難しいっすよね。
煽りすか。いや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 叩かれますもん煽ったら。じゃあ次いきますね。はいはい。極端な速度。いや、いいっすか。はい。海流。正解。深刻だ。極端すぎますね。問題も極端だ。答えです、スピード。ああ、そうか。いや、だからその極端な速度で発見できたのが、新速と高速移動の二択で、高速移動じゃ分かんないけど、新速から絞るかで、海流ですね。とりあえず海流って言ってみたら当たりました。極端すぎるな。ちなみに、二つ目の単語は、ねぐらでした。なんだ、ねぐらって。ねぐら？ねぐらって何？アンコール？いや、違いますね。羽休みだってことそう。あー、極端だったな。じゃあ、次いきます。はい。精神崩壊。え？精神崩壊？どう？なんだろう。え、技のあれが第一感がないな。技は多分わかるんですけど。え、すごい。え、俺ないな、技。これでパッと出てくる技。使ってるやつ誰だ？はい、まあ、いいっすか。はい。はい。ゲンガー。だね。え、俺催眠術かなと思っちゃった。僕らが破壊されてます。受けるよ。ゲンガー自体は知らん。受ける側かな。あ、違うか。はい。羽ばたくかに。だね。じゃあ次行ってみます。はい。別れのショット。え、何これ。別れのショット。いや、ショットってつく技もスケールショットしか出てこないっすね。そうですよね。いいっすか。トドロクツキ。だね。トドロクツキしかいないっすもんね、スケショー。いや、パッと出てきたの、うん、いや、まあスケールショットから絞ったから、じゃあ違うんか。別れのショット、あ、分かりました。鉄の武人。だね。あ、違うんだ。何ショットって。3個目、はい、反射。ミラーコートかカウンターじゃないっすか。ちょっと待って待って、ミラコカウンターじゃないのこれ。俺精神崩壊アンコールかと思ったわ。違うか。ちょっと待って、ちょっと違う。いや、ソーランスって言おうかとしたけど、ソーランスいないよなと思ったから、ちょっとなしで。でも反射2個しか出てきてないっていうのがまず違うのかもしれない。いや、でもそんなことないよな。はいはい。サーナイト。だね。あー、違うんだ。次、あざける。あざける。威張るかなぁ。いや、でも反射しないよなぁ。はいはい。ゴチルズル。だね。いや、もうそんなマイナーなとこついてこないか。はいはい。サーフゴー。だね。じゃあ違うわ。え、多分1問目が違うんですよね、考え方が。反射がカウンターとかミラーコートが合ってるか教えてよ。ギリ違います。あれ違うんだ。違うんだ。じゃあ結構変わってくるよ。カウンターミラコではありません。まずそこに俺縛られてたからな。本作しても結構カウンターとミラーコート使われないんですよ。悪タイプ多かったりとか、うん、ゴーストタイプ多かったりとかするんで。え、ちなみに精神崩壊最初何と思ってたの。え、技っすか。うん、僕、え、サイコショックだと思ったんですけど。ああ違いますかね。え、なんか中国名かなんかでサイコショックなんか精神崩壊みたいな。いや、確かにそう、適当あったんですよね。サイコショックっぽいわ。だから精神崩壊ショック使えるポケモン言ってったんですけど違うんですよね。じゃあ5つ目いきます。はい、5つ目、ライトスクリーン。光の壁ですね。しかも、いや、これはもう光の壁なんだ。光の壁、光の壁なんだから。ってことは、はい、あ、はい、オーロンゲ。正解。まあまあまあ、反射多分リフレクターっすよ。いや、俺もそう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 。ちょっと一緒だったね、タイミングが。気づいた。確かに、あー、ショックじゃなくて、確かにソウルクラッシュですね。あー、ちなみに別れのショットは、はい、ステフリフ。そう、ステフリフがパーティングショットなんで、はい、そっからですね。じゃあ次いきますね。はい。つくろう。取り繕うのつくろう。はい、あー、はいはいはい。着飾る的なことね。整えて格好をつける話です。いや、わかんないな、これ。いや、僕もわかんないっす。じゃあ次いきますね。はい。人工爆弾。え、そんな技、人工爆弾。極端すぎません？これも。人工爆弾っすか。爆発系の技がパッと出てくんだけど、多分そんなことないんだよな。人工あれ人工じゃないっすからね。人工はちなみに、うん、工場の工じゃなくて口の方です。ああ、人の多さってか人数。はいはいはい、人数。え、じゃあ、あれじゃん、めちゃくちゃ多いってことでしょ、数が。はい、一家ネズミ。正解。そうっすよね。ネズミだってことっすか。あ、そう。あ、多分これかな。そうですね。あー、はい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 。そうなんですよ。ちなみに、あの、この技が出てこないです。お片付けか。誘拐しながら捨てろ。危ない危ない危ない。そうですね。その次出そうとしたのが弾丸獅子。
タネマシンガー。そう。あー。最後、神。神つくつく。あいつ、それ入ってますね、神つく。じゃあ今2位ですか。2対1ですね。激戦。激戦。いきます。六角。六角形の六角。六角？六角っぽいポケモン？今探します。はい。はい。メータモン。残念。あー六角っぽいなぁ。いや、ぽいのか？あ、あ、え、え？いや、それ見た目だな。クリージオ。いや、見た目六角。見た目は確かに。見た目は六角。そうなんですよね。SV にもおるしね。そうなんですよ。しかも、メタモンとフリージオ使ってなんか勝ってる人いたんですよ。引っ張られました、これ。メタモン。そう詳しすぎるが、考えすぎた結果の間違い。フリージオ。じゃあ次お願いします。はい。集中爆発。爆発多いっすね。いや、これ多分ね、俺ストレートに爆発っぽいんだけどな、これハゼル系ってことですよね。うん、と思うけどな。あー、六角。六角集中爆発。はい、巨人ジョン。ダメ。三つ目で。三つ目お願いします。雷波。雷の波。え、何？雷の波っすか。え、それはあれでしょ。だから、はいはい、ジバコイル。ダメ。六角固まる系の技を覚える電気タイプのポケモンっぽい今のイメージはね。そうですね。そんなポケモンいるのか。ナットレ。いや残念。ああ、爆発しないのか。ナットレっぽいな。鉄壁爆発。で、ライハが何？電磁波できるんですよ、ナットレ。そうだ、じゃあ来たと思ったけど。4つ目聞きますか。4つ目、回復。はい、はい、ラッキー、ラッキー。残念。はい、はい、ポリゴン2。残念。いや、回復でもう考えそうにしないとりあえず再生、再生再生できる電磁波のめんどくさいやつみたいな。え、いやもうね、今の印象がもう回復できるめんどくさいやつです。そうなんですよね。そう、別のヒントあるんですか。ありますよ。特性、金のように良い。あー、サーフローだ正解。これサーフローえ、回復は自己再生。自己再生です。ライハーは何？電磁波できます。ライハー、電磁波は1個目なんだっけ。1個目が六角。六角ゴールドラッシュ。いや、六角ない。ゴールドラッシュ。角はたたり目です。ああ、たたり目。ヘキサゴン。あ、そう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 、ヘキサゴンだよ、うん、で、2つ目の爆発がゴルラと鉄底、どっちですか。気合い玉。あ、気合い玉なんですか。集中で気合だから。あ、やっぱ特性ってのは簡単っすね。さすがにむずかったなぁ。ちょっと囚われてた外役ポケモンにさ、サーブローになんなかったっすね。いや、なんで回復の電磁波の違い。本当にサーフローが出てこなかった。使ってたのに。あー、というわけで、どっちが答えましたっけ。もう引き分け、はい、引き分け、引き分け、引き分け。じゃあ、いや、一応勝ちしてるんです。勝ちしてる。はい、いかがでした。いいクイズでしたね、うん、いや、面白かったっすね。はい、うん、あんまり、あれ出なかったね、ランク王の知識の。何も出なかったっすね。フリージョーとか言ってましたもん、最後。あれ、いないまあまあ、ランクワンしかやってないから一カ月ずつ出てきてなかったし。いや、そう、出てこなかった。そういえば完全に YouTuber 御用達のポケモンに1カ月にシーズン1で死んだから。全員は燃やされた。カイリュのご爪7回触れて死にました。え、めっちゃコメントつきませんでした。何が。ね、あの、一カ月に最強じゃないですかみたいなやつ。ああ、ついてる。ついてる。なんで最強なのに一カ月に使わないんですかね。そう、カメラ荒らされるみたいな。なわけないわ。